もっと踏み込むと、上場がその資金調達の間口の最終手段ではないってことよ。これから熱血コンサル基礎産業、スノーピークが申告漏れ、海外取引6億円、国税指摘というニュースが上がってました。キャンプ用品大手のスノーピーク、新潟県三条市にある会社ですね。こちらが国内で計上するべき所得を海外に移したとして、関東甲信越国税局から2020年12月期から2022年12月期までに約6億円の申告漏れを指摘されたことが7月2日関係者の取材で分かった。過少私費国加算税を含めた追徴額は約1億5000万円とみられるというニュースです。こちらの会社は、まあ、なんか以前上場廃止をしてたというニュースが上がってたようなんですが、今回申告漏れを隠すための行動なのか、まあ、上場企業で申告漏れがバレてしまうとちょっと立場上まずいことになるのかとか、その辺いかがでしょうか。まあこれはあれだろうな、一番よくあるのがこれ単純な理由よ。6億申告漏れがあったわけじゃろ。6億円の申告っていうことは本当は6億よりももっとあったってことやろ。要は売上が、売上の過少申告だったんだろうね、これ。国内で計上すべき所得を海外に移したってことだから、海外に移しちゃった分の、その売上ってのは6億なんてもんじゃないのよ。で、まあ、実効税率が3割とか 30% で、まあ、単純計算、35で計算したとしてもよ。だ3倍まではいかんけどってことよ。十何億円ぐらいがいっとったことやろ。そしてあらりが増えるってことやろ。あらりが増えるってことはどういうことよ。上場しとったらもっと俺らに配当を渡せたんじゃないの的な話になってくるよね。6億円払っても一番えぐいよね。一番やられるやつよこれ多分。もっとなんか俺らに配当が回っとってもよかったんじゃないんかって。だってさ、こいつ来年も再来年も隠すんじゃないんかっていうふうに思うじゃん、それってっていうことよ。ごめんね、20億ちょろまかしてたっていう風に、テヘペロってわけにいかんわけよ、これ。もしたら、税金払った後でも、今回普通に6億か、ちゃんと申告しとって6億円要は税金をね、払ったという風に考えたとしてよ。もしたら、まあ、例えば12億とかいうとこが、の、まあ、所得だからね。収入じゃないんだからね。っていう風に考えたときに、そこから、まあ、単純計算してよ。12億円所得が増えたっていう風になったら、なんぼかやっぱもらってもいいんじゃないんかみたいな。実を言うと他にもやっとるんじゃないんかとかね、いうことがあるよね。上場企業の一番難しいところなんですか？会計監査があるからっていうところ難しいよね。会計監査って何ですかっていうと、例えばみんなさ、タラバガニの缶詰買うときにタラバガニが必ず入ってる理由って何でかわかる？みんな。これね、タラバガニがちゃんと入ってるよっていうのを JAS って機関が保証してるからなんだよね。だから開けた時に三代目が好きなしめじが入っとるいうようなことはないんだよ。わかる、ね、だからあれカニカマが入っとるとかいうことはないわけよ。100回開けたら100回ちゃんとその入っとるわけよ、タラバガニが。それと一緒なんだよ。企業の財務っていうのは、これがスノーピークの財務ですよっていうところが、ちゃんとこれですっていうところが署名されてるわけよ。会計監査機関っていうのが、公認会計士だよね。これがちゃんと正しいっていうことを署名してるから、みんな投資家がお金を出すってことじゃろ。一般の社債とか、その出資とか、非公開株の出資とかと違うところっていうのは、それが安全っていうことと、市場で流通してるってことなんだよ。だから今後もこいつこういうことをやるんじゃないんかっていうことを思われるっていう風評リスクがあってね。まあそこを想定して早く上場廃止を決めたっていうのがまあ一つあるよね。で、もう一つ何があるか。会計監査をやる人が、そんなん騙されとるって知らんかったってからいうことで、公認会計士もさ、見ることしかやってないわけよ。自分らが財務作っとるわけじゃないんだよな、このぐらいの会社になってくると。なんて聞いたら、俺ら騙されたんかみたいな。騙されとるわけじゃないんだよな。判をしたらお前がいけんのんだろうかと思うんだけど、じゃあそれも分かってんだよ、公認会計士も。俺が言ってることも。いや、これ判を押した俺が悪かったってことで、来年再来年は、じゃあ俺はもうこの会計監査やりませんみたいな。そしたらあのスノーピークじゃろうとか、ちょろまかしたところじゃん。ならまたちょろまかすかもしれんじゃんみたいな。
じゃあそこの基調業務をやってくれるっていうようなところはフリーぐらいしかないんだよ、そんなのね。だからもうそんなねやるわけないじゃんそんなっていうことで、会計監査の引き受け手がまあ見つからんだろうなというふうに想定して上場廃止をしたっていうことになるのかなというふうに思いますよね。これね、あのソフトバンクの孫さんなんかも言ってたよね。上場するとなんかいろんなところからこう突っ込まれるから、ちょっと赤字出しただけでもどうのこうのみたいなことあるじゃん。だから他の資金調達手法っていうところが見つかったら上場なんかせんでもええわみたいなことで上場廃止っていうのを本気で検討しとったことが孫さんもあったじゃんか。それと一緒で上場廃止するっていうところはこのスノーピークにとってはいい手だったというふうには思いますよね。このニュースを見てると韓国にある子会社とのやり取りみたいなのがあったっていうのはすごくちょっといやらしいというか、任すというか欺くみたいな意図がちょっと見えるんですけど、こういうのってやっぱり銀行が見るとやっぱり嫌がるもんなんでしょうか。いや銀行は嫌がらんのよ、逆にこれ質問じゃねだってさ、脱税するってことは脱税する金があるんだよ実言うと。だからお金があるところにお金貸すわけじゃん、銀行員って強者の味方だから。脱税しちゃったってヘペロみたいなのはもう銀行は大歓迎なんだよな実言うと。何か悪いことをして人に迷惑をかけたとかね。あの前あったじゃん、なんかあれなんだったっけ、三代目が好きな紅麹の会社、小林製薬だよ、小林製薬みたいな会社だよ。ああいうやらかしはいけんのんだよ。もう一回直すのに何ぼかかるんや、事業を継続するんかこんなのみたいな話じゃんか。でもスノーピークの場合儲かりすぎちゃった、ごめんねテヘペロって、他にこう流しちゃったテヘペロみたいな話なんだよ。だからその辺はもう別に銀行はどうってことはないんだよ。事業の継続性には影響しません、儲けすぎちゃったけどみたいな話じゃんか、まあ、それだけ人気があるってことでしょ、いうことだから、ここはまあ銀行は言わないんだよな。銀行は強者の味方だから。だってそんなことで言ったら病院なんか、いやお医者さんなんか稼んじゃんだってね、あいつらも何人も愛人持ってみたいなね、ような人らも多いわけじゃんか。こうやって悪いことしとっても別に儲けてるから全然大丈夫なんだよね、貸した金が返ってくれきさえすればいいんだよ。だから銀行員はその脱税とかそういうところに対してはそんなにはまあ直接金融の市場みたいに厳しくはないというふうに思いますよね。ちなみにこういう税金の追徴額だったり、まあ、申告漏れで修正申告したもので税金を払わないといけないっていうものを資金使途として銀行がお金を貸すっていうことは過去ありましたか、経験上。いやそれはないんだよなお金持っとるところがやるからね。払えませんってことになったら、あのサッチーみたいな感じになる、捕まっちゃうよ、青汁王子みたいにね。払えませんってことになると捕まるんだよ、こんな金持ってませんみたいな。じゃあそれを調達するから、なんか脱税したからお金貸してくれって言ってもその支払い資金を貸すっていうのは絶対難しいよな。だからちゃんとしたその銀行以外の資金調達できてたりとかする人っていうのはまあいいんだよね。だけどそれをやってないやつっていうのは、あの準備してないやつっていうのはやっぱり捕まっちゃうよね。でだからこの話はスノーピークがお金持ってたってことになるんだよね、払って。だからまあ上場して株を発行してお金を集めればできるっていう話でもあるから、まあちょっと支払い猶予して待ってっていうことにしといて、まあそのお金を払って解決したんかなというふうにはちょっと思います。これよくある話だ、租税回避行為というふうにして見なされるかどうかな。上場企業ってちゃんと正面からやらんといけんってとこあるじゃん。公認会計士なんかもちゃんとやっとるって全て正しいですって言っとるから、そしたら例えば税務調査官とかが来てさ、これなんかこれにサインせえ言うてから調書にサインせえ言った時に、まあ普通の中小零細企業の社長だったらサインせんっていうのが正しいんよ、あれ知っとるあのいうか読まないの、読まない人多いよね。そんなのサインしたら認めることになるからってことでさ、サインしないみたいなね、いうことができるけど、上場企業の社長だったらそうはいくかいう話になるよね。そしたら公認会計士側の方もやっぱりこの話嘘ついとったんかいうことになるから、公認会計士まで詰められるみたいなことになるじゃん。だからこの話割と上場しない方がいいっていうのがこれからのトレンドになるかもしれない。サントリーみたいにね、上場しなくてもお金持ち企業なんていっぱいいるわけで。でこれからやっぱりその ICO とか STO とかいうようなその資金調達の手法っていうのもだんだんこう多彩になってきてるから、こういうスノーピークみたいに上場しないっていうのも今回一つ手なんだよね実を言うと。まとめるとこういうことなんだよ、銀行が普通の運転資金は貸してくれるんだよということを7億
5000万か。スノーピークお金払いました。そしたら毎月の運転資金が足りません、だからそこを貸してくださいっていう分は銀行は貸すんだよね。でもこれに直撃するっていう分は貸さないんだよね。でさっき言ったように脱税は万歳なんだから、銀行はだからそのお金儲けてるキャッシュフローがあるってことでしょ。もうしませんってことでお金貸すってことよ。だから逆に考えるとその間接金融の方が金利がチンパンジー金利で借りれるから、株で調達すると配当払わないといけないっていう問題あるよね。だから間接金融で調達した方がいいっていう考え方になるからこっちを選んだんだろうというふうに思う。これはまあ各会社のそのスタンスによって違うっていうこと。もっと踏み込むと上場がその資金調達の間口の最終手段ではないってことよ。これからこういう納税の問題もあるし、上場してるからこそ経営の自由度が狭まるっていうこともありえるから、だからまあ上場しないっていうのもこれからのトレンドなんじゃないかなというふうに思う。それはどうしてかというと、銀行以外の資金調達の手法がすごく幅が広くなってきた。で逆に言うと、銀行以外の資金調達でお金を入れてもいいかなって思う人が増えてきたんだよ。これどうしてかというと、預金金利が上がらないからなんだよね。そういうことでいろんなね、投資の振り向け方とか、逆に言うと投資商品を山本先生に作ってほしいとかね、そういうふうなことがあったらお問い合わせしてほしいということになるんだけど、まさしがそこをいきなり入るって言っても時間かかるしさ、作ってあげたことあるんよ、何個か。あるんだけど、あんまり自分がお金を集めれるだけの営業力を養えるかっていうとまた違う話でしょ。だからそこの部分も最初に緩いところから安く進めていくってことでグループコンサルをお勧めしてるんですよね。そういうことでうちの会社はグループコンサルやってるんですけども、毎月1万2000円かかります。5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがあって、医者頭だいたい10分から15分ぐらい話をしてるんですよね。まあ今110社か120社ぐらい参加いただいてるんですけど、200社ぐらいまで頑張ってやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。それと別にですね、うちは資金繰りのチャンネルなんですよね。だから今その資金繰りが苦しいとか何とかしたいっていう方に個別面談コースというのを用意しております。これは資金繰りからなんからうちが全部見ます。でその時にうちが資金をつないであげることによって根本的な解決を目指すっていうコースで、もう結構何社も助かってんだよね。うちの会社はまあ今35社ぐらい受けてるのかな。で50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。最後にね、まあそうは言っても最初は無料相談がいいと思うんですね。お互いやれることとやれないことがありますので、無料相談の場を用意しておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。1000万やったら50万ね。同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すら毎月こうロールするってこともあるの。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。